で翌日の朝ね、今とは違う毎日勤めてた会社のところへ出勤しようとした時、そのねちょっと頭あれな親父とね鉢合わせしたんですよ。であんなことがあった後、まあ鉢合わせしたら、まあ相手はねこのバズ悪そうにツーンとしてスッと出ていくか、あるいはあの時はどうもとか、まあまあ、そういうのがまあ普通ですよね。そしたらなんとねこっちにね蹴り食わすようなねそんなねジェスチャーしたね、ツーッとね、まあ、自転車でなんかどっか徘徊に行ったんですよ。まあ、私はねそれ見てね、あこりゃダメだね、こいつ反省の意思ないな、これからなんかまたやらかすなと思ったんでね。でその日の仕事をまあとにかくね早めに終わらせて、まあその時の仕事はね今と違ってね出来高払いで、とにかく自分のね持った仕事を終わらせりゃそれで終わりっていう仕事だったんで、まあ早めに終わらせて、もうね警察が閉まる午後5時前もう16時前かそれぐらいにね警察に相談しに行ったんですよ。この前のあいつだけのさ、もうなんとかこうならないかってね、うん、もうあいつこうやってこまやっても、ね、ひょっとしたらこうやって暴行してくるんじゃないかとか、まあ、そういうことを相談しに行ったんですけれど、警察が言うにはね今の段階じゃね何もできない、実際まだ、まあ、そういったジェスチャーはあっても何も起こってないし、事件にならないとこっちは動きようがないからって言われたんですよ。たく使えねえな警察はって思ったんですがね、でもねそこに一つヒントがあるわけなんですよね。事件にならないと警察は動けないだとしたら、事件にすりゃいいんだ、刑事事件にすりゃいいんだってね、そこで、まあ、ちょっと一つねヒントをいただいたってとこなんですよ。その時警察に相談した時にね、福祉事務所ですか、このねここに紹介してもらってね、まあそいつのことをねもうちゃんとね指導してくださいよって、まあ福祉事務所の方にもねそういったことがあったっていうのは、まあ、伝えておいたんですよ。これもね後々ねなんていうかねこの布石として、まあ伏線として、まあ、聞きますからね。でね、まあ、当分はねそれで静かになったんですよ。そのなんだ5月のそう中頃からねしばらくはね。でね6月の終わり頃2015年のね、なんか妙なんですよね。昨日までついてた明かりが夜になっても全くつかないんですよ。なんかね電気止められたようでね。ですぐ脇のゴミ捨ては一応ね指定のゴミ捨て場あるんですけど、もう収集日とか分別を無視したガラクタがわって乗ってるわけなんですよね。いやこれはさ、もしかしたら隣のやつこういった問題を起こしたから、うん、なんか福祉の方から指導があって転居させられたのかな、いやこれで助かったかなと思ったんですが、いや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 、住んでるんですよ未だに、電気切られてんのにね。でねよくよく見るとね、ガスの元栓もレバーがね水平になってガスも止められてんですよ。いやなのに住んでるんですよ。私それさっぱり分かんなくなりましたね。普通電気もガスもカットされたら、まあ、それは転居したっていうサインなんですけど、未だにガスも電気も止められてるのに住んでるって、いや これはどうなってんだって、いや何なんだってさっぱり分かんないんですよ。で住んでるんですからね。でいやでだんだんとねこの家のこの前の廊下に そいつの扉の前の廊下に空き缶が1つ2つってね置かれ始めてんですよね。まあ、それはねしばらくはね翌日や翌々日なくなったんですけど、まあ、それがどん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 増えてね、まあ、いつの間にかねこのそいつの部屋の前がねなんかダーッとね空き缶置き場になって、ね、他のゴミを置かれるってね、まあ、なんかそういう状態になってきてね、いやいやいやこれどういうこっちゃなんて、まあ、だんだんなんかいやちょっとこれなんだこれっていう状況になってきたんですよ。季節は進んで梅雨も明けて猛暑の前ね、まあ久しぶりにばったりと出くわしましてね、まあそいつねしっかりとやつれてるんですよ。顔はね土毛色でね、まあ本当にねもうなんか やつれちゃってんですよね。でこっちを見てもねなんか本当に無気力でね、なんかね本当に反省してるようなそんな感じでね、なんかね、うん、すんませんでしたみたいな感じだったんですよね。で私はそこでねあえて励ましたんだよ、まあねあんたもいろいろあるだろうがね、まあ頑張れよってな、まあ、先はなんとかあるんだから一生懸命頑張んなきゃいけないよってね。もう私もねそいつに対してはねもう全然ねなんていうかねもう憐憫の情も何もないですかね、もう憎しみの情しかないですからね、そういった人間にね励ますっていうのは逆効果なんですけど、あえて励ましましたよ。まあねそりゃそうですよ、そいつは生活保護でまあとりあえず食うし
食うっていうか、なぜかこの食いっぱぐれる心配はないんですが、こっちはね働かなきゃいけないですからね、ちゃんと寝てこの力を再生して蓄えて再生してまた働かなきゃいけないのに、まあ、そいつは本当にねこの食いっぱぐれない生活法でやりたい放題したい放題で、それではめちゃくちゃやってるんですからね、まあ、こっちとしては、ね、本当にムカつきますよね、まあ、本当にそれでね私もその頃はなんていうか月手取り12万いくかなんかで、はっきり言って生活保護よりも低い、ね、そういった賃金で働いてましたからね、それは余計ですよ。私だってね成人君子ありませんからね、当然嫉妬もありますよ。こっちはねこの暑い最中ね毎日汗だらだら流してね、このね地べた這いずるような仕事して、ちょっとミスすればねもうブラック企業で、もうそういうクビだっていうね不当解雇を受けかねなって、そんな状況でねもうヒリ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 言いながら、もうねもうピリピリ働いてるのに、お前はなんだってそうやって思っちゃいますからね。だからそんな状況においてはね、もう相手に対しても憐憫もないですしね、本当にね好き放題ね隣ねもう夜中にわめかれてごらんなさい、もう1回2回はともかく、でそれがもう毎晩のようについてね、まあ、次いつわめかれるかわかんないって、もうそんな状況ですからね、こっちも頭巻いてね本当にねもう憎しみしか湧いてこないですかね本当にね。おや、あいつの間にか電気ついてますね、あよかったよかった。でそうやってねどんどんね夏は進んでいってね、でそいつなぜかね夜いないことがあるんですよ。あまりもね暑いね、どうもね夜はね公園だかどっか知らんけれど、でも外で寝てるらしいんですよね。んでこうね明け方涼しくなってプラッと家に帰ってくる。いや私のいたそのね スラムアパートでほんとひどくね、もう全然風通しがなくて、突き当たりにはねでっかいねこの鉄筋の建物があって、その鉄筋の建物がこの夏のこのね日差しで照らされたこの熱気を夜に放出するんでね、本当にね午前0時でも部屋の気温が30度超えてましたからね。でようやくね27、8度に落ちるのが午前4時頃でしたからね、もうそれぐらいひどいスラムでしたからね。だからまあそいつもね明け方になってプラッと家に帰ってきて、でまあ部屋の中に入るってね、まあ、そうでなくてもねこの8月の暑い中に窓閉め切ってんですよね。いや何を考えてるんだっていうところですよね、まあ、ガスはともかく電気も止められたら扇風機クーラー動かない、そういう中でこれ窓閉め切って、いや何を考えてるんだっていうか、いやますます分かんないんですよ。そうやってねついにね8月30日2015年の8月30日ねドッカーンって大爆発起こるんですよ。なんかねもう朝っぱらかねうるせえバカ野郎ってもうあめいてんですよ。私はねその声で目覚めたんですが、その向かいにもねこのそれで困ってるじいさん住んでまして、ね、その人も生活保護だったんですがね、でその人に話を聞いたら朝の4時からわめきっぱなしだってですよね。でねもう朝部屋の中ね、もう私が気づいたってね、ドタバタドタバタね部屋の中でね相撲かプロレスでも撮ってんのか、もうすごい暴れてましてね、でねいきなりドアから飛び出してるんですよ。そしたらこのドアをねこううるせえかやろってわめきながらね飛ばしてね、またねバタンとねこう部屋の中入ってんですよ。これはもうめちゃくちゃなひでえなって、もうこれは手がつけられんなって私思ってね、さあどうしたもんかと思ったら、まあ、誰かねやっぱりそこまで行ったら、ね、通報したらしくてね警官来たんですよね。でね警官来たのはいいんですけれど、警官が扉立ってちょっと話しましょう出てきてくださいって言ってもそいつ出てこないんですよ。部屋の中でずっと引きこもってんですよ。相変わらずね引きこもったままうるせえバカ野郎ってねそうやってねわめいてるばっかりね、全くねこの外に出てこようとしないんですよね。私の隣がその頭の変な親父がいて、その向こう隣にも人が住んでるわけなんですよ。そっちもねまた生活保護のね老人でして、その人も出てきましてね、やっぱりそういったことがありましたからね、そうやってもうその人も相当ね私と同じように隣にそういうやつが住んでますからひどい目にあってはわけなんですよ。で私と一緒にねそいつの扉の前に来てね、こいつもね俺と同じ生活保護だよって言ったわけなんですよ。なんだこいつはと思ったんですよね。いや俺は働いてる、お前こそ働いてるわめいたわけなんですよ。お前よくそんな嘘つけるな、お前本当に生活保護じゃねえか、ふざけんじゃねえよってね、冗談じゃねえよですよね。そこではっきり分かりましたからね。いやちょね、そういやそうやって本当にねこっちの銭でただ飯食らってやりたい放題かって本当にそうやって思いますよ。まあ、なんかね生活保護は税金じゃないとか、なんか国債から出てるとかそんな理論もありますけれど、でもその国債とか買うのは誰の金かって言ったら私たちのこの税金からなっています。結局遠回りしてそういった人たちのお金も税金から出てるんですからね。だから人の金でこうやってただ飯食らって、要するに
私がこの働かなきゃ食えない、でそのねカツカツの労働なんかから税金にもう絞り取られるように取られてるのに、なんかそのそいつがこの隣に住んでもうような夜中にわめいてこう好き放題やるために私は金払ってる、私はなんだそういったことをいじめられるための奴隷かって思っちゃうんですよね本当に。いや何のために私働いてね生きてるんだって思っちゃいますよ。福祉の方のねケアを受けてるってことで、まあ区の福祉課の方にもねそういったことでもう相談に行ったんですよ、そいつなんとかならないかってね。向こうにしてもねなんかどうにもならないみたいな感じで全然動かないんですよね。で私はね行ったんですよ。確かにね憲法でこの健康で文化的な生活を営む権利は誰にでもあるし、まあ、それで彼もそうやってケアなり受けてんだろうけど、そいつがその健康で文化的な生活を営むためにこっちの健康で文化的な生活がぶち壊されていいのかって、そういったら向こう何も言えないんですよね。完全に、ね、私はね搾取されてたわけなんですよ、そういった状況ではね。なんでこっちがね本当にそういった状況まで追い込まれなきゃいけないか、もう本当に追い込まれて、ね、一瞬ですけどね幻聴聞こえましたからね、私の中でおいなんてね頭の中でね本当に幻聴鳴り響きましたから、いやこういうね精神疾患ってね空気感染するんですよ。だからそうやってそいつが朝のね午前2時だとか4時とかにわめくってなるとこっちもおちおち寝つけないんですよ。だから寝ついたと思ったらおいバカ野郎って言ってまたねこうやって叩き起こされると思ったら、まあ、安心して寝られないんですよ。だからもう本当に、ね、朦朧としたねもう半ばもうハーフ不眠の状態が続いちゃってるわけね。それでも炎天下なんか肉体労働ですからね、こっちも本当にねもう巻いてきちゃってね、もうそれでねこうこっちもねもう幻聴みたいなのが聞こえてくる。私もね統合失調とはどういうものかっていうのはインターネットで調べたんで飽きやがったねってもそうやって分かったんですよ。そういった知識がなかったら私もね変な例がねこうわめいてなんて思ってね、私もねこう頭おかしくなったかもしれませんけど、そこは大丈夫でしたよ。